ハーバーシャム郡はアメリカ合衆国ジョージア州の北西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は43,041人であり、2000年の35,902人から19.9%増加した。郡庁所在地はクラークスビル市であり、同郡で人口最大の都市はコーネリア市である。 ハーバーシャム軍は1818 18年12月15日に設立され、軍名はジョセフ・ハーバーシャム大佐にちなんで名付けられた。軍長所在地のクラークスビルは1823年にチャーターされ、氏名はアメリカ独立戦争の将軍であり、州知事を務めたジョンシー・クラークにちなんで名付けられた。十九世紀後半に軍域からランプキン軍、ホワイト軍、ステファンズ軍、 バンクス軍、フランクリン軍が創設され、面積が大きく減少した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は279.20平方マイルであり、このうち陸地278.17平方マイル、水域は1.03平方マイルで、水域率は0.37%である。軍内には、チャタフーチー国立の森の一部が入っている。 軍内最高地点は、標高で、州内第7位の山であるトレイ山頂上から700フィート、足らず南西の標高4400フィートの地点である。標高4430フィートのトレイ山からちょうど30フィートだけ、低い、この地点は、西のホワイト群と北のタウンズ群の境界が介する、地点である。トレイ山の北東2.4マイルには、 標高3809フィートのヤングリックがある。ヤングリックとトレイさんの間の尾根長部に沿って、アパラチアントレールが走り、ブルーリッジ山脈の尾根になっている。チャタフーチー川が、元、ハーバーシャム郡領域だったところを発しており、シドニーラニアの詩、チャタフーチー川の歌で次のように歌われている。アメリカ国道ジョージア州道を2012年時点で、 軍内は14の選挙区に分かれている2011年以降、ジョージア州会員には共和党員のテリー・ロジャーズを送り出している。アメリカ合衆国会員にはジョージア州第10選挙区に属している。2007年7月に行われた補欠選挙から共和党員でアセンズ氏の医師ポール・ブラウンが代表だった。2012年の選挙区割変更により、ジョージア州第9選挙区に変更になった。 元ジョージア州会議員,議員のダグコリンズが2012年の選挙で当選した。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジョージア州共生省が軍内アルトに近い未編入領域でリーアレンデール州立刑務所を運営している。リーアレンデール州立刑務所は1926年に建設され、元ジョージア州共生委員会議長を務めたリー。 アレンデールが、その妻と共に飛行機事故で死んだ後に名付けられた。当初この建物は TB 病院として運営され、1950年代半ばに刑務所に転用された。ジョージア州強制省の管轄になると、18歳から25歳の若年犯罪者を収容するようになった。短期間のうちには各無効水でエレンギを知らない、囚人が大勢入り、州内でも2番目に、 暴力的な男性専用刑務所という評判になった。2005年、強制省は一般的な女性刑務所に転換することを決めた。2006年3月、州内の監獄に溢れていた350人の助手を受け入るようになった。リー・アレンデール州立刑務所には国内初の女性のみによる消防団と周発の囚人による消防団がある。これは、 ジョージア州強制省消防部が企画した。州内でも、囚人のみを使った多くの消防団を運営しており、囚人は強制証拠員に監督されて訓練され、資格は持たないが、プロの消防団員になる。刑務所近くの消防組織を持たない、電園部や緊急時の州内各所で、消防活動を行う。囚人は、ジョージア州法、ジョージア消防士標準。 訓練委員会に従って通常の消防組織と同様な訓練を受け認証されている。2007年、囚人消防団がウェイクロス近くの山火事で出動したほか、州内数百の警報に対応した。ありがとうございます。